超左サイドからブラボー、ブラボー橋本です、お願いします。あ、もう俺長友選手がね FC 東京でバリバリ活動できているコンディションを整えている理由というのを今日紹介したいと思います。今日紹介したい商品こちらです。左サイドからデン、ザ・ポタージュダイアリーカニトマトクリームポタージュでございます。これはですね、あの長友選手の専属シェフである加藤シェフが考案した新しいメニューでございます。もちろん私もうすでに食べております。なぜかと言いますと、まあ、加藤シェフが考案したこの新商品のイベントに私も長友選手と加藤シェフと共演しておりまして、加藤シェフと一緒に登壇したのが最初は僕で、で長友選手が後ろから、いやいやいや偽物でしょ橋本さんっていう下りをねしっかりと大爆笑、僕の記憶だったら大爆笑です。イベントでこちらのポタージュを試食で飲まさせていただいたんですけど、めちゃくちゃボーノボーノでございます。イベント中に長友選手のアカデミー生がいたんですよ、小学生の子たちが。その子たちの中に2人ね、カニが食べれないって子がいたんですよ。一応確認しました。カニのアレルギーじゃない、カニがちょっと食べれない、じゃあ無理せず食べなくてもいいから、ちょっとこのポタージュ飲んでみてって言って飲んでみたら、その子たち2人ともですよ、グビグビ飲み干したから、それぐらい美味しいポタージュスープ、こちらをですね改めて飲んでいきたいと思います。ブラボー、キッチンにサイドチェンジ、ブラボー。カニトマトクリームポタージュなんですけども、誰でも簡単に食べれる仕様になってまして、あ、電子レンジでもいけるんですね。ちょっと沸騰させようかなと思ったんですけど、カニの甘み、香り、トマトのミルク、まろやかな味わい、お子様にも大人気な味わいポタージュ、まあ、電子レンジだと500ワット2分から加熱の場合は4分と、なので500ワットですればすぐにいただけるということで、蒸気口の面を上にってことだ、これを上にしてってことかな。こういう風にお皿に乗せてチンしましょうってことですね。こういう状態ですね。こういう状態でチンすると、しぼんだことを確認してからお皿に袋ごとレンジが取り出して、蒸気口を上にして切り口をね、開封してってことですね。とカニトマトクリームポタージュなんですけど、なんていうかね、あの試合の合間とか休憩中に飲んだりとかもできるんですけど、このポタージュにねご飯とかねパスタとかね、あとパケットとかも合うと思うんですよね。なのでこちらで500ワットね、この蒸気を上にして500ワットでね4分40秒温めしていきます。スタート。お、出来上がりましたね。そうなんですけど、蒸気からしっかり抜けてるんでパンパンにはならなかったですね。さあ出来上がりました。ここ切り取り口があるので、これ上にして、おー、うわー、香ばしい匂いしてきましたね。さあ見てください、ボーノボーノ、もうすでに香ばしいよ。見てください、見た目がね、食欲そそりますね。これね、これいただきたいと思います。ということで、これね長友選手が調子を整える時に必ず飲んでいるというこのポタージュね、今回は新商品のカニトマトクリームポタージュをいただきたいと思います。左サイドからいただこうかな、いや最近は右サイドからいただこうかな。いただきます。うん、そうこれね、これ3回目ですけど、香ばしい食欲そそるね、ビューティフルな香り、素晴らしいです。いただきます。あー、ちょっとちっちゃい声、ちっちゃい、ボーノボーノブラボー。すごいあっさりしてるんですけども、コクがあると言いますか、体の芯まで素材が行き渡っていくっていう、体をやっぱ整えるために気にしてる長友選手がこれを愛用して、まあ、飲んでるっていうのも分かりますね。あのカニが嫌いな子が飲める理由も分かりました。カニの海鮮臭い感じが全然入ってないんですよ。カニの存分なこの上品な風味がしっかり入っている、まさにポタージュ。このままずっと飲めるんですけど、お米とか入れたらすごく美味しいんじゃないかということで、お米チンしてきましたね。そう、このお米と一緒に食べてみたいと。絶対美味しい。ボーノボーノ、お米めっちゃ食えるな。これめっちゃ合うね。てか全部入れよう、めちゃくちゃ美味しい。っていうかスープだけじゃもったいないって言いますか、このスープを使ってポタージュパスタ入れてね食べたりとか、むしろそっちの方が需要がありそうな感じします。めちゃくちゃ美味しい。なおかつ鮮度が素晴らしいし、栄養素もたっぷり入ってるんで、ピッチの脇にね水の代わりにこのポタージュ置いてもいいぐらい、それぐらいあっさり飲みますね。パンにも合うでしょうね。めちゃくちゃ美味しい。加藤シェフにお願いしたんですよ。
長友選手はグリーンピースが食べれないのかな、だからグリーンピースをポタージュにしたらどうですか、カニ食べれない子でもこんだけ食べれたんだね、グリーンピースのポタージュどうですか、考えておきます。確かにそれ面白そうだね、長友選手が食べれなかったグリーンピースをポタージュにしたら食べれる。もちろんね、好き嫌いが悪いわけじゃないんだけど、なんかその食材が嫌いになった理由って他にもあるから、こういう風にちょっと固定概念で嫌いだった食べ物を美味しく食べれて、あ、美味しいねっていう風に言えるっていう、このポタージュは最高ですよね。あー、このポタージュ毎日飲めますね。うん、パスタにしてもうめえだろうな、超うまい。完食です、ごちそうさまでした。ボーノ、ボーノ、素晴らしくボーノです。ガゼッタで言ったら10です、間違いなく10、ビルド氏だったら1です。ということで、こちらの加藤シェフのポタージュダイアリー、カニトマトクリームポタージュの方は、購入もですね、通販で買えますんで、サイトの方もですね、概要欄の方に貼ってきますんで、よかったら皆さん食べてください。ぜひとも加藤シェフのポタージュ、そしてこれ見てる皆さん、FC 東京の応援もよろしくお願いします。バモス!FC 東京!クリュークリュー!右サイド!